はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。今回の動画は、もう特に短い動画なんですけどもね、今日の夕方からね、皆既月食がありましたね。で、それね、僕、ちょっと出かけてて、帰りのね、電車で急遽ね、知ったんですね。で、たまたまね、これタムロンさんに借りてるレンズなんですけども、タムロンの 70-180F2.8 というね、F2.8 同士のズームレンズ。これをね、ちょっと紅葉シーズンだったので、タムロンさんにね、お借りして、ちょっといろいろと撮りに行ってたんですけども、まあ、たまたまね、これ望遠レンズ持ってたのでよかったんですけどもね、そう、その皆既月食を、その急遽ね、電車の中で知ったので、ちょうどね、知ったのが6時前だったので、ちょうどね、一番欠けるとこですね、皆既月食、月が。それで駅から降りて、急遽ね、この、たまたま持ってた望遠レンズで、α6600 とね、組み合わせて撮ったんですけども、まあ失敗しましたね。まあ、普通の月感覚で撮ってしまってましたね、最初。まあ、月っていうのはね、手持ちで全然ね撮れるんですけども、望遠レンズでもね、シャッタースピード速くして ISO 感度もそこそこ上げて、まあ、月って明るいので手持ちでもね全然撮れるんですけども、まあ、皆既月食って言ったらね、もうだんだん月が暗くなって影になっていくので、まあ普通の月の感覚で撮ったら全然撮れなかったですね。はい、こんな感じ。まあ一応ね、なんとか形にはなったんですけどもね。やっぱ必要だったのがね、やっぱ三脚は絶対必要でしたね。もう本当に暗くなってくるので、ISO 感度上げてしまったらね、やっぱりノイズがね、すごい入ってしまいました。で、あとね、ピントもね、めちゃくちゃ合わしにくかったですね。普通の月だったら明るいので、なんとかね、オートフォーカスでも全然合ってくれるんですけども、この望遠で、まあ、マニュアルフォーカスで合わせてたんですけど、すごい揺れちゃってね、もう本当になかなか苦戦しました。で、こんな感じでね、もう駅の壁みたいなところにカメラを置いて、あと角度調整で、もうこのね、AirPods をこういった感じで置いて、もうこれで必死に固定して、こんな感じですね。こんな感じでもう必死に固定して撮ってました。もうブレないようにブレないようにっていう感じでね、はい、それがねこんな写真ですね。まあちょっとピントが甘いですね、合ってないんですけども、まあこんな感じで今日はね皆既月食を撮りましたという感じですね。で、最後はねもうタイムラプス撮ろうと思って、もうこういった感じでずっと置きっぱなしでインターバル撮影始めて、まあ撮ったタイムラプスはこんな感じですね。はい、こんな感じ。もう耐えれなかったので、すぐにね、撮影やめてしまったんですけども、まあこんな感じで今日は、ただ単にね、皆既月食を撮りましたというような動画です。で、最後ね、手持ちで、ちょっと紅葉があったので、紅葉と絡めて写真1枚撮ってみました。で、それね、撮ってたら飛行機がね、急に現れたので、もう急に動画モードに切り替えてね、こんな感じで飛行機とのコラボ。まああまり画質とかは良くないんですけども、急いで切り替えたので、まあなんかね、皆既月食と飛行機がね、なんかうまいことコラボして、まあ撮れましたというような最後はね、感じでした。ということでね、今回はね、普通の月感覚で撮った僕はもう全然ダメでした。まあ、月食となるとね、やっぱ月は影になって暗くなるので、まあ、三脚、余裕があったらね、三脚は必要だなと思いました。で、シャッタースピードもね、全然遅くして、ISO感度も、まあ普通の月よりかも、下げて撮ることもできますのでね、まあ三脚はあった方が良かったかなと思いました。はい、ということでね、今日はね、もう今回はこんな感じの、ただ単に今日は皆既月食で、まあ、急遽皆既月食であったということをツイッターの方で見つけてね、で急遽撮りましたというようなね、もう簡単な本当に動画になります。はい、皆さんね、今日は皆既月食見れたでしょうか。まあなかなかね、その140年ぶりだったんですかね、なんかちょっとわからないんですけど、僕もそこまで詳しく、まあなんかね、国立天文台の YouTube がね、詳しくなんか皆既月食について書いてました。リンク、その動画貼っときますので、まだ興味あったら見てみてください。まあ今日もね、皆既月食を撮りましたというような動画でした。はい、それでは急遽ちょっと動画を回してますけども、また次回の動画でお会いしましょう。それでは。